今回の対策は財政支出39兆円、事業規模で約72兆円、これにより GDP を4.6%押し上げます。物価対策と景気対策を一体として行い、国民の暮らし、雇用、事業を守るとともに未来に向けて、 経済をを強くしていきますまますすず物価高から生活を守ります家庭の電気代について、1月から来年度初頭に想定される、平均的な料金引き上げ額約2割分を国において負担をいたします。また、現在、1リットルあたり30円引きとなっている、ガソリン価格の 引き下げを来年も継続いたしますこれらにより総額6兆円平均的な1家庭で来年前半に総額4万5千円の支援となります危機的な少子化の流れの中で子育て世帯を応援するため妊娠時から出産子育てまで 一貫した伴走型相談支援と10万円相当の経済的支援を組み合わせたパッケージを創設します来年4月から出産育児一時金の大幅な増額を行います子ども食堂や子どもの居場所づくりなど経済的な困難に直面する子育て世帯への支援も強化します 園児バス置き去り事故を受け、痛ましい事故が二度と起こらないよう、来年の夏に向け、安全装置を義務化し、国が標準的な装置を全額負担する支援制度を設けます。コロナ禍で、 縮んだ旅行・宿泊・エンタメ等の消費を取り戻しますえ全国旅行支援は4人家族で1泊あたり4.4万円の割引となりイベント割で映画館・テーマパークは2割引となりますえコロナの影響を受け大きく受けた演劇・コンサートの開催費用を支援します 観光資源を高品質化し、観光収入が上がるよう、客室改装など、ソフト、ハード両面で強力に支援をいたします。こうした稼ぐ力を強化することで、地方も元気になります。そしして物価高から中小企業をを守ります下請けいじめを撲滅し 適正な価格転嫁を実現してまいります。コロナで傷んだ中小企業に、新たな100%保証の借り換え制度を用意するとともに、新規輸出に挑戦する中小企業1万社を支援いたします。 構造的賃上げの実現に向けた第一歩として、物価上昇に負けない賃上げが行われるよう、経団連、連合を巻き込んだガイドライン作りなど、労使の機運醸成に全力を挙げてまいります。さらに、持続的な賃上げに向けて、賃上げ、労働移動、人への投資の一体改革を進めていきます。5年1兆円の 大型のパッケージにより、正規化、転職、リスキリング、すなわち成長分野に移動するための学び直しを支援いたします。同時に NISA、iDeco を拡充し、資産運用収入の倍増を目指します。物価高を抑えながら 円安のメリットも上手に生かしていきますウィズコロナの時代に合わせた質の高いインバウンド需要5兆円を早期に達成します半導体蓄電池など攻めの国内投資を拡大して最先端製造立国日本を取り戻します農産物についても年間2兆円を目指し 農産物の輸出促進を図りますえ。攻めの国内投資の代表例として、半導体があります。国内投資の好機と捉えて、サプライチェーンを強靭化します。え熊本の TSMC 誘致は10年で4兆円、7000人の雇用増の地元経済効果があるとされます。下級も 5万円の上昇になりますさらに日米共同による次世代半導体開発など1.3兆円を措置して半導体の国内投資を全国展開します <laughs> 地域と経済を抜本的に強くするために重点4分野スタートアップイノベーションデジタルトランスフォーメーショングリーントランスフォーメーションに総額6兆円 と前例のない支援措置を講じます来年に向けて世界経済が大きく減速する中で日本の金融環境ドル建てコストの割安感を逆手にとって成長のチャンスとしていきますスタートアップ5カ年計画をスタートし1兆円を投入して人材育成資金供給の強化を行います。 次世代分野での攻めの大型民間投資を呼び起こします先端半導体電池、ロボットなど民間投資を誘発する次世代分野に約3兆円を投じますこの支援によって9兆円以上の生産誘発効果2兆円以上の輸出増効果 約49万人の雇用者増をもたらす次世代大型投資を誘導します。次に関連産業、人材育成などを一体化した産業プラットフォームを作ってまいります。まあ以上、政府与党で本日決定した総合経済対策のポイントを説明しました。 国民の皆さんのご理解とご協力を心からお願い申し上げます。